兵長。どうだ、道が混んでいる以外異常ありません。替え玉作戦の方は成功だ。その割に浮かない顔ですね。いや、何か妙だ。中央憲兵が使う手じゃない。やつらは気ぐらいが高い。素人は使わない。どこかでこういう。兵長、もうすぐ馬車が移動します。ニーバ、切り裂きケニーを知ってるか。憲兵が100人以上も喉を裂かれたという、何年か前に流行った都市伝説ですよね。そいつはいる。全て本当だ。ガキの頃ヤツと暮らした時期がある。どうしたんですか急に。こんな時に冗談言うなんて。そうだ、ヤツなら平気で素人を使う。目標を集団でつける時は両斜め後方と見晴らしのいい高台。殺し合うことになるとはな。ケニー、よりによってなぜ奴が憲兵に。懐かしいな、リヴァイ。もっとちゃんと面見せろよ。ふざけんじゃねえ。てめえさっきから俺の顔に三段ぶっ放してきてんじゃねえか。リヴァイ、勝負はお預けだ。また後で会おうぜ。とりあえず出口を目指すか。邪魔する奴は殺して済むしかねえな。中央の大きな通りは敵の目につく。なるべく避けて出口を目指すか。待ち伏せ、あの野郎。リヴァイ、袋のネズミって言葉を俺は教えなかったか。おめえがどこへ逃げようと無駄だぜ。昔話はしたくねえか。中央の通りは避けねえと、すぐに敵に見つかっちまうな。くそ、ケニーのやつ何人引き連れてきやがったんだ。
止まれ邪魔すんじゃねえ。やりたいことが見つかったんだ。単純だろう。単純だが実際人生を豊かにしてくれるのは趣味だな。かわいくねえやつだな。おい、ケニーの野郎、どこ行きやがった。まあいい、先を急ぐか。見つけたぞ。リヴァイが来るぞ。ここで確実に仕留めろ。指揮してんのはあいつか。隊長、リヴァイ生きてるじゃないですか。逆にやられたのかと思いましたよ。バカ野郎、俺があいつに殺されるかよ。あのドチビを育てたのはこの俺だぜ。ガスと刃が心もとないな。時間は稼げたはず。もういいだろう。だいぶ時間を食っちまった。早いとこ馬車を追わねえと。調査兵団がトロストクへと帰還した後、兵団内では組織の再編が行われ、104機の調査兵たちは新生リヴァイ班に組み込まれることとなった。リヴァイ班はエレンとヒストリアを守るため人目につかない場所に潜伏し、ハンジラと共にウォールマリア奪還作戦に向けて極秘にエレンの放出化実験を進めていたが、過酷な実験を繰り返すも成果は一向に上がらず、作戦開始の目処も立っていなかった。そんな折、弊社で保護していたウォール卿の司祭ニックが中央憲兵の手で拷問殺害されるという事件が起きる。ハンジはすぐにエルヴィンへと伝令を飛ばしこの事態を伝えるが、伝令が持ち帰った手紙にはさらに驚くべき知らせとエルヴィンからの指示が記されていた。中央から調査兵団の壁外調査を全面凍結し、エレンとヒストリアを引き渡すよう命令があったのだ。エルヴィンの指示に従って撤収した直後、拠点はたちまち中央憲兵によって制圧される。そこでリヴァイ班はエレンとヒストリアをピクシス司令の兵舎に移送すべくトロストクへ赴くが、入ってきた。まずは敵をできる限り内部。これは一体何を。これはまずい。煙が邪魔で的が絞れない。総員3体複数で1人ずつ囲め。作戦続行。全ての敵をここで叩く。まだ燃えてない樽がありますけど、敵が邪魔で火矢を当てられませんね。兵長、
樽の周囲の敵を排除してください。そうすれば煙幕を増やして援護できます。僕の手はもう汚れてるんだ。覚悟ならとっくにできてる。仲間を守るためなら、それが望まない選択であってもやらなきゃダメなんです。させやがって。ケニーはどこにいるんだ。この先には進ませない。お待たせ。ここからは私も行くよ。補給物資を持ってきたから使ってくれ。私たちがケニーの元に着いたのは、無意味な世界と人生に意味を見出すため。ならば最後まで信じてみよう。この世界を盤上ごとひっくり返すというケニーの夢を。我々は諦めない。ケニーの夢を実現するまでは。先に進むぞ。よーリヴァイ、本当はおめえに構ってる暇なんざねえんだが、ここを突破されちゃ元も子もないんでな。仕方ねえ、遊んでやるよ。ケニエレンを返せ。油断するなよ。奴を侮ると死ぬぞ。こっちからやらなきゃやられるだけだ。よし、倒した。シッター、成長したようだな、リヴァイ。無駄口を叩いてる余裕があるのか。ナイフの握り方を教えてやった俺に偉そうな口を聞きやがるじゃねえか。しつけえな。いい加減に殺されろ、リヴァイ。お、教えてやったら、相手を追うときは前ばかり見るなって。
遅い。さっさと決めろ。進みます。だけ許してほしい。自分を信じること。卑怯で臆病なロッドレースに代わり、先代の当主から王の力を継承した弟は名をウーリと言った。この世に俺より強い奴がいるなんて思いもしなかった。ウーリは圧倒的な力でこの俺をいとも簡単にねじ伏せた。それほどの力を持った王がこの俺に頭を垂れたんだ。俺はその場で力になりたいと伝え、ウーリはうなずいた。アッカーマン家への迫害が終わり、俺は妹を訪ねた。そこで死にかけのガキに出会った。リヴァイだ。親に飼われるほどできた人間じゃねえ。俺はただ奴に地下街で生きる術を教えた。リヴァイと別れた頃、すっかり追いさらばえていたウーリはいずれ自分の力がロッドの子たちに引き継がれると語った。その力は神にも等しい力だ。もしも手に入れれば、俺でもあいつと対等な景色が見られるかもしれねえと思ったんだ。大躍動にその出血、あんたはもう助からねえな。いいや、どうかな。ロッドのカバンから一つくすねといたやつだ。どうもこいつを撃って巨人になるらしいな。ひとまずは延命できるはずだ。それを撃つ時間も体力も今よりかはあったはずだ。なぜやらなかった？ああ、なんだろうな。俺は死にたくねえし、力が欲しかった。でもそうか。今なら奴のやったことは分かる気がする。俺が見てきた奴らみんなそうだった。酒だったり女だったり神様だったりもする。一族、王様、夢、子供、力、みんな何かに酔っ払ってねえとやってらんなかったんだな。みんな何かの奴隷だ。あいつでさえも。お前は何だ、英雄か。ケニー、話せ。初代王はなぜ人類の存続を望まない。知らねえよ。だが俺らアッカーマンが王政と対立した理由はそれだ。俺の姓もアッカーマンらしいな。あんた本当は母さんの何だ。
バカか。ただの兄貴だ。あの時、なんで俺から去っていった。俺は人の親にはなれねえよ。ケニー。